驚異的な感染拡大。今日もですね、えー。予想でありますが、3000人を超えて過去最多になる。今日開かれた愛知県の対策本部会議には、医師会や病院の関係者らが出席し、蔓、ま、延防止措置による飲食店などへの規制を正式決定しました。期間は明日から来月13日までで、東栄町と豊根村を除く、県内52市町村が対象になります。 対象区域の飲食店に対して、県が定める感染対策をした認証店では、酒類を提供する場合午後9時まで、提供しない場合午後8時までの時短営業が要請されます。会議に出席した医療関係者からは、感染者の増加がどこまで続くかわからない、今の倍以上の感染も覚悟しなければいけないなど厳しい見通しが示されました。